私たちの神様は年に一度里帰りをする。1300年前に鎮座したあの海辺に戻り、人々と共に過ごす。陸奥国のサナという人物が、航海中海を、旅をしている時にですね、サルタヒコの狼様が、夢に現れたというような言い伝えですけれども、海底にいる私を祀ってくれと。神社の夏季大祭、神様と過ごす3日間。金沢市犀川河口の右岸地区金岩、かつては宮の越と呼ばれ、江戸から明治初期北前船の寄港地として、また加賀藩の交易の中心として名を馳せた港町。海岸線に近い小町並み通りには、今も下見板張りの外壁や北前船の船板で作られた透かし塀など、当時の面影が残されている。そんな金岩を見守ってきた大野港神社、創始は奈良時代の神器4年。大野港神社は加賀藩祖前田利家公によって再興されたもので、社紋は須浜門に波。須浜は海岸にできる三角巣のことで、その意匠の通り、もともとの社は海のすぐそばにあったそうだ。大野港神社の創始は神器4年、西暦727年と伝えられております。神社に古く真田家社縁起という資料が伝えられておりますけれども、こちらの有書書きによりますと、当時陸奥国現在の青森県あたりのサナという人物が、航海中に神様の出現を感じ、海中から神様を拾い上げ、その時、救い上げられた勘定された神様が猿田彦の狼様という神様でございます。その猿田彦の狼様を現在の金岩の海岸近く、竹やぶの鬱蒼とした、そういった海岸のところに、当初から神明社天照大神を祀る祠がございましたので、そちらに合わせてお祭りをしたのが大野港神社の始まりとされております。その後、猿田彦の狼様は、この勘定した佐奈という方のお名前をいただきまして、佐奈竹の狼、佐奈竹大明神とも呼ばれるようになりました。その後、建長4年1252年に当時の社殿が火事に遭いまして、天照大神、また佐奈竹の狼は、金岩の海岸から少し離れた現在の大野港神社の社地、地中町という町ですけれども、こちらに、ございました八幡社、この神社に合わせてお祭りされるようになりました。そんないきさつで現在の場所に落ち着いた神様、それでも年に一度くらいは元の場所にお戻りいただこうと、海辺に仮殿を作り、里帰りをしていただくようになったのが夏季大祭の始まりだとか。大野港神社の夏季大祭は
毎年8月第1日曜を最終日とする金土日の3日間で行われる。準備は5月から。祭りで披露される民族芸能は参加希望者を募って稽古を重ねる。悪魔払いは15歳から18歳の男子が演じている。もともとは江戸時代、山伏が厄払いの祈祷として行っていたもので、それが幕末以降祭礼の芸能として演じられるようになり、金岩には明治時代に入ってから伝わったそうだ。演技指導をするのはこれまで悪魔払いを演じてきた青年団。自分やっぱその高校3年生の時しかやってないんですけど、けどみんな優しく教えてくれて、なんか自分も青年団入って、まあ、こういう先輩になりたいなって思いましたし、なんかすごい背中で語ってくれたような気がしますね。であと全員が一致団結して、まあ、チームワークなんか発揮しつつ、なんかお互いで高め合ってみたいな。夏季大祭前夜、本殿に鎮座する御神体を神輿に移す神移し神事。暗闇の中、おーという軽筆の声だけが響く。かけまくもかしこき、あまてらしますすめおおかみ、さなたけのおおかみのおおみたまのみまえに、かしこみかしこみもまおさく、年ごとのためしたがえず、明日より3日のほど使え祭る。明日はいよいよ神様が里帰りをする日。夏季大祭初日、開成。各町会ではそれぞれに神様を迎える準備をする。今町では海からやってきた猿田彦の神様がこの場所を通ったという言い伝えにちなみ、大宮と呼ばれる高さ13メートルの御神門を建てる。みんな心が祭りに向かっている。悪魔払いの着付けは青年団と壮年会の役割。踊り手がかぶる白頭巾はどんなに踊っても崩れないように水で濡らしたさらしをぐるぐるねじり、これでもかというくらいきつく巻きつける。こんな技を身につけるのも大事な経験。今日から3日間暑いですけど、皆さん体調ちょっと自分の体調気にかけながら
頑張ってください。みんな今日元気に集まってくれて本当にありがとう。で、あの総年会青年団も同じやしね、あのみんなでお互い気遣い合ってこの暑い夏乗り越えていこう。まあそれら守ったら楽しい楽しい金谷の夏の開催や3日間あの思い出に刻むいい祭りにするように頑張っていこうみんなで。じゃあ3日間よろしくお願いします。乾杯。賢きいざなぎの狼、寿司のひぬかの立ち花。お祓いの後は恒例の記念撮影。できるだけね、いい顔、いい顔。顔と顔がいい。はい。彼らの子供や孫たちもいつかこうして記念撮影をするのかな。一回り二回りさらにその子孫世代に繋がっていけんのなっていうのは考えながら、うん、祭りしとったかな、はい、じいちゃんも悪魔割しとったやん。あ、知らないっすしょってしょったらしくて、その時一チームでやっとったらしくて、うーん、その時から今ね孫に伝わってるのってすごいことだなと思うし、はい、それだけのパワーがあれんのなって、この祭りには。そのまま。いよいよ出漁。ここから神様を乗せた神輿とそのお供の行列は仮殿へと向かう。大鳥居を抜け、通称金岩街道と呼ばれる県道17号を行くと、すでに引き山の列。大野港神社の夏季大祭は、その規模、また古くから伝わるその形態が変わらない、そういったところを評価いただきまして、祭礼全体、お祭り全体を文化財として指定をされております。行列の形態は宝暦4年の、江戸時代中期頃の資料とほぼ形を変えることなく現在まで続けられております。金岩の町の方々がですね、異物、旗ですとか武具ですとか、そういったものを持ちながら神様の行列を整えている様子が描かれております。これは現在も形を変えることなく伝えられております。金岩街道から少し入ると昔ながらの町並みが続く。さらに海岸に抜ける障子を行くと、軒先に笹が飾られた家が連なる。今町は昔大野港神社の社があった場所で、もともとは竹やぶだったことから、祭りの日にはこうして笹を飾って神様をお迎えしている。
一気に狩伝めがけて走り出す。走ったり揺らしたり回ったり、これは霊威、つまり神様の不思議な力を呼び覚ますためなんだって。神輿が無事収まると、参道では奉納の演舞が始まる。獅子舞が終わると、狩伝はしばしお参りに訪れる人たちだけになる。大野港神社のご神徳は道案内、どうぞ万事良い方向に向かいますように。祭りの3日間、金岩中を回る町回り。子供やっ子はお船町の小中学生が演じる。理由は江戸時代、お船町に加賀藩の船小屋があって、お船足軽と呼ばれたやっ子たちがそこにたくさん住んでいたからなんだって。はい、家々を訪ね玄関まで入ってくる悪魔払い。ちょっと怖いけどすごくかっこいい。子供たちにとっては憧れの存在。コロナ禍がようやく落ち着きを見せ、本来の祭りの形が3年ぶりに再開した2023年。夏季大祭の3日間は連日35度を超える記録的猛暑になった。お疲れ様です。暑いです。これが祭りなんですけどね。青年団や青年会は祭りを安全で順調に進行させるために力を尽くす。やっぱそのプレッシャーもあったし、そうコロナ前に戻さんなんていうプレッシャーもあったし、
まあ、そこはちょっとプレッシャーやったけど、まあ本当助けてくれたんで周りが本当に支えられてできたんで、まあ、大変よりも上回ったですね。日が少し傾き始める頃、仮殿で夕御餌祭が始まる。神様にお夕飯をお供えする夕御餌祭は、お米やお酒、魚、野菜など地元の食材がずらりと並ぶ。日が沈みきると、青い法被の男衆が米俵を担いでやってくる。新米三俵を神様に奉納する米揚げ神事。江戸時代から伝わるこの習わしは、漁師さんたちに代わり、今は金岩町米揚げ保存会が継承している。花火が始まる頃、参拝者が続々やってくる。家内安全、無病息災。神様、里帰り一日目お疲れ様でした。大祭2日目、夏季例祭。祭り期間中執り行われるさまざまな神事の中でも、例祭は神社の創建や由緒に基づく重要な儀式。町会役員や各団体長、近隣神社の総代が参列し、地域の発展、住民の安寧、商売繁盛などを神様にお祈りする。そして1300年前、この地にたどり着いてくれた神様に感謝。正午、海上安全祈願祭の漁船が沖に出る。先頭を行くのは神主さんを乗せた神三船。大野港神社の猿田彦の狼は、海の守り神として海運業や漁師さんたちから厚く信仰されてきた。安全祈願祭は船の安全と港の発展、豊漁を祈るお祭り。三回鳴らす汽笛は神様への感謝の合図。大祭3日目。金岩の男子は初老の年に神輿を担ぐ。
カメラ見てよ。44ある町会から集まった首脳男子は金岩小学校の同級生たち。今ずに単にぎわいの行事もいかしく麗しく使え終えぬれば、今より王にて車を敷きませる金岩の町ぬちめぐらいたまいて元津や城に移しませ。いよいよ出漁。二晩仮殿で過ごした神様は金岩の町をゆっくりと巡りながら王の港神社に帰る。神輿行列の間途切れず聞こえるのは大木槍。木槍は材木問屋が多かった金岩で大きな木を運ぶ時に歌っていたものなんだって。神様を乗せた神輿が近づいてくると道路に清めの塩をまく。そして無病息災でありますようにと神輿の下をくぐる。それが子供の頃からの当たり前。金岩はそういう町。3日目の神輿行列は金岩の町を巡りながら2つのお旅所に立ち寄る。その一つが鴨森町の雨の岩楠船の社。鴨森町の鴨森は昔は神を守るという字が使われていたそうで、その字の通り神様の守り役として、金岩の中でもこの町だけが祭り行列の世話を任されていたそうだ。そんなわけでか、夏季大祭で町の神輿が出るのは唯一この鴨森町だけということになっている。鴨森町は実は旧の町名で、現在の正式町名は金岩西一丁目。でも金岩の人たちはみんな馴染みある鴨森町と呼んでいる。そんな旧の町名が今金岩で少しずつ蘇っている。神輿行列のルートは毎年少しずつ変わる。それは昔ながらの町並みから新しい住宅街まで、神様に金岩の発展の様子や人々の暮らしぶりをくまなく見ていただきたいから。夏季大祭は、おみこしが出て金岩の町の中を神様に見ていただくお祭りであります。自分たちが神様のところに行くのではなく、神様が自分たちの町に来てくれるという感覚、そういった意識というのは、もしかしたら神様を身近に感じ大切にしたい、そんな気持ちを作るのではないかなとも思っています。そういったことから金岩の町の皆様、大野港神社の神様に守られている、そういった意識を強く持たれているのではないかと思っています。社紋の旗が見えたら、もうすぐ二つ目のお旅所、下新浜町の西宮社。
次々と演舞が披露される中、沿道には引き山と太鼓台がずらりと並ぶ。子どもの頃、引き山を引いたり太鼓を叩くのが楽しみだったな。悪魔払いは小さな子を脅かすのが仕事。でも脅かす側の彼らだって昔はピーピー泣いていたんだよね。向かうのは夏季大祭一番の大舞台、お祭り広場。封鎖した金岩街道に普段の何十倍もの人があふれる。世の中人口減少とか少子化とか言われているけど、金岩はまだまだ元気だ。日が沈み始めると、神様はそろそろ帰り支度をしなければならない。惜しまれつつ、みこしは大野港神社まで突っ走る。3日間のみこしと行、無事に終えた安堵感と達成感でちょっと泣いてしまうかも。祭りの最後を締めくくる悪魔払い。この少年たちもいつか先輩と呼ばれる日がやってくるんだろうな。初めて鬼やったけど、バリクソ楽しかったです。ありがとうございました。3日間。頑張れ。僕は最初めっちゃ痛かったけど、青年さんのおかげでうまくやりました。ありがとうございました。スーッと
と人の波が引くと官魚の儀が始まる。啓幕の賢き天照ま進め狼さなたけの狼の王にて車の見前に賢みも魔を咲く。暗闇の中、神様は社に戻り、王の港神社の夏季大祭はこうして静かに幕を下ろす。一夜明けると金岩はいつもの顔。祭りの後の寂しさというけど、この静けさが私は好きだ。神様と共に町を巡り、共に過ごした3日間、それはなんて贅沢な時間だろう。お祭りというのはどういったものかということを考えると、それは地域の結びつきを強める装置であるというふうに思っています。老若男女、本当に小さいお子さんから町のお年寄りまで、それぞれが自分の役割を担いながら町のため、地域のために力を尽くしていただく、そういった場所であるというふうに思っております。自分本当生まれた時から祭りあって、結構なんかもう当たり前のように育ってきた感じあるんですけど、こうやって当たり前のことを当たり前にできとるっていうことに、まあ、感謝ですね。そこになんかあるべくしてある存在というか、うん、やっぱ結束が強い地域っていうのがもう意識レベルでもう根付いとるなって気はするし、熱い気持ちがずっとつながってきとるからこんだけでかくもなっとるやろし、祭りをまあ、一言で言うなら、まあ、ずっと言っとったんですよね。絆っす。絆よね。絆っす。絆はきっと遺伝子のように受け継がれていく。ずっとなくならない、変わらない、当たり前にある祭りをつないでいく。神様、100年後もこの海辺で会えますか？